赤ん悠久の里、鶴忠市は、北海道奥路市の赤ん湖温泉にある旅館。この項目では、隣接する赤ん湖鶴忠市ウィングスについても記載している。鶴忠市ホールディングス所在地。赤ん摩州国立公園にあり、赤ん湖に面した立地になっている。赤んグランドホテルとして創業し、赤ん湖温泉での宿泊施設高さ制限が20メートルから30メートルに、 緩和されたことを機に、当時の年間売り上げ22億円を大幅に超える、総工費36億円をかけて、別館を1994年に建設、個人客向けの高級路線へと転換し、ブランドイメージを向上させた。旅重なる、施設の増改築改修やサービス工場などが功を奏し、2002年に JTB による、 サービス優秀旅館ホテル最優秀賞を獲得し、2004年に日経 MJ による経営者が参考にしたい旅館全国2位、観光新聞社主催の旅のプロが選ぶ人気温泉旅館ホテル250選、総合1位になっているほか、ビッグローブ主催のみんなで選ぶ温泉大賞では上位に番付けされるなど、高い評価を受けている。赤有給の里、 鶴ただしとあかん湖鶴やビューイングスは、ギャラリーロードで結ばれており、各館のラウンジやギャラリー、大浴場、売店、トリートメントサロンなどを利用することができる。客室温泉、エステ食事所、宴会場、ナイトスペースその他客室温泉、エステ食事所宴会場その他観光、鶴ただしウィングスに関するカテゴリー。ありがとうございます。